願いします。はい、ほらもうなんでなのありがとうございます。どうせさまたさ1台だけ空いてるバルブレイブ行ってクソ負けるんでしょ。分かってんだよそんなの。おはようございます、いただきチャンネルがやまでございます。本日はやっておりました宮崎県にございます EVO37 宮崎県さんということで、まあまあまあまたやっちまいましたよ。120話なんで余ったバルブレイブで勝てた試しはないんです。だからもう最初の段階からもう見切っていきましょう。3択あります。カラクリサーカス、トラブル、かぐや。俺かぐや様打ちたい。一発ですげえ出してそれ以来打ってないからかぐや様の俺のこと救ってくれるんじゃないかな、はい、バックアッププラン考えてますんで、まあ無理なまま無理なんで頑張っていきましょう。本日も一日よし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 。ああ開いてる、噛みつき開いてるわ。けど俺はメイン通路以外は打たないって決めたから、打たないって決めたから。うわうわで、これ一昨日出てる、これも一昨日出てる、あれ同じぐらい出てる、これ一昨日出てなくて昨日出てる、ここでしょ。かぐや様と暮らせたい天才たちの恋愛ゼロ戦いきます。今日は結構思い切った戦略を取りましたね。バルブレイブ空いてましたが、俺はもうメイン通路のバルブレイブしか行かないと、そう心に決めてやってまいりました。かぐや様でございます。かぐや様は1回しか打ったことございませんが、やれました。今日もやってやりましょう。出るときは出る、そんな台でございます。っていうか、この有効ラッキーグループで打つのであれば、もうここでしか打てないんですよ。だからまあね、有効ラッキーのかぐや様の実力というのはやっぱ見せつけていただかないといけないところがチャンスね。で、初打ちの時にたまたまエクストラボーナス引けたんですけど、まあ基本的に引けないもんだと思った方がいいですね、あれ。はい、本当に1パーとか3パーとかそういう話だったんで。青くなりました。あら、花火の音は聞こえない。 80% だ、強いですよ。ソイナイス、123ゲーム当たりました。投資が5000円。さあ、ここから何のボーナスが出てくるか。要するに、あ、違う CZ だ、 CZ がありますと。 CZ を刺さないといけないんですけど、こういうことです。よし、でこの後は、カットインみたいなのが絶対に入るんですけど、入んなかったらクソあっち入れ。おお、簡単か、簡単か。でバケ、ビッグ、スーパービッグ、エクストラビッグがありますんで、まあ、そのどれになるかっていう話なんですけど、あー、これがバケですね。はい、バケ引いたら地獄です。お、終了画面もなんか知らないおじさんたち出てえ、嘘だろ。積もりましたマジ、え、知らないおじさんたち出てきたけど、そういうこと。ありがとうございますいや、マジで言ってんの。でも、ね、やっぱそうなのよ。一昨日出てなくて昨日出てるのよ。ここしかなかったのよ。もうじゃあもう一生この台じゃんもう今日この今日この台一生です。ちょっと心の準備できてなかったっすね、マジで最初のボーナスでこんなことになります。あ、選ぶってことね。これ超可愛いことってやつじゃないじゃないのか。なんかさっきのひらがなの可愛いことみたいな恥じらってるやつが超可愛いことって書いてあったんだけど、
あら、私もしたい会長とアイアイカさん。あ、19パーのやつできたわ。当たってなさそう。あ、当たった。164ゲームあ、早い。さすがですね。おっちゃん集団出てるからね、こっちは。一番ジャストですね。こんだけ CZ 言ってくれるんだったらね、なんかやれる気がするよね。まだ右、よし、ダメ。あれ、これ強じゃない、強チャンスで。ダメなの。あ、やだ、急に嘘である。嘘でした。復活パターンがあるのね、やらしいね。いや、最高に楽しいじゃん。最高に楽しいじゃん。おお、ビッカク。ただ普通のビッグなんで、どうしようかな。まあ、やっぱだよな。やっぱ近ないよ。お、いきなりパトランプ。まあ、とりあえずチャンス目を引いて中で1ゲーム目を取りましょうという形なので、チャンス目引かないと話にならないですね。来たぜ。これも確定じゃん、1ゲーム目やば。どうだよ。すごい圧がすごい。はい、青ならゲットしました。一角でございます。そんな簡単で。この台はとても大事なのが連チャンスですね。5連いければ 80% ループに切り替わるので、そこまでなんとか自力で持ってきましょうというお話でございます。そこまでは 60% ぐらいだったかなの、継続率になるので、実質継続率が頑張るしかないんですけど、まあ、引き戻しも含めてなんでね、まあまあなんとか頑張りましょう。そこまでいけば 80%。 はい、1ゲーム連でございます。消化確率が 1% です。ただ内部的に1ゲーム連が取れてることがあって、このマックスベッドでこっち光るんですよ、ね、ダメ。まだです、え、まだですって言ってる。これナビ出るんないよ。あ、いやいや、まだですって言ってない。7です、中で、あ、中です。騙されたわ。いやー、でも俺も学んでるね。危うくだってさ、わけわかんないさ、誰にも選ばれなかったバルブレイブに座ってた可能性があるわけよ。前回それでだって俺10万やられてるわけよ。やっぱそこはでもやっぱ情報をこう頭の中でアップデートしないといけないよね。アップデートしたんかな。よくわかるけど。ただがむしゃらにバルブレイブに座ってればいいという話ではないっていうことに気づいてしまったよね、前回。あと俺昨日ちょっと得積んだんですよ。今日からもう新しいアイコス使ってるんですよ。まあでも壊れるまで今のでいいかなと思ってたんだけど、なんか後ろにいるヒロシってやつがだからすぐ電池なくすんだよね。あ、いや、ちょっと今電池なくてみたいな。やっぱかわいそうだなと思って、だからじゃあお前2個持ちになれなよって。俺このボロいやつちょっとね、蓋が壊れてるけどこれあげるからさ、どうせ俺買うからって言って、いつ買ってもよかったんだけど、昨日お金下ろすついでにアイコスイルマ i1 を買って旧俺のやつをもうヒロシにあげたんで。はい、あれ当たる、知らない、
ああよかった。はい、148ゲーム C セット。しつこいぐらいに右。正解。だ。お？左。あ、来ない。カットインが出なかったらもう当たりです。違う、あーそうだよね、おうチャンス目もう一回引いてたもんうまっ。実戦上当たりなだけで当たるかどうか知らないんで。あー負けか。早っ。まあ関係ないですね、もう CZ 取れてるんで。280ゲーム、1万1000円ですね。ラストチャンス。ダメ、残念。まあ外すこともありますよね。おっと時計。おいっと611ゲーム。いやだいぶいってるよ、ね、残念。ですね、まあまあそういう代打という認識はありますので問題ないですが、ちょっとどっかで吹いてくれないと困りますね。おお、すごい激しいね、やっぱ当たるときは。128ゲームです。ウゲラーゴ店長、そろそろスーパービッグボーナスが欲しいですね。青そうか。まあ青は昇格した時点で多分エクストラになるんで。さあ頼むぜ。引き戻せに行きたい。そんなパターンがある。最終ゲーム100ゲーム引き戻しだ。あ、なるほど、別に全長いかなくても当たる可能性あるのね。俺諦めてたわ今、まさかのですわ。はい、100ジャスト。あ、引き戻し天井ってことですね。持ちメダル。ちょっと地下やめるか、マジ牛にするか。じゃあ地下やってねえから、まあ、今のところ。また引き戻すストライカー。262ゲーム。
3万5000円のまま増えてないよね。直撃じゃん。直撃しました。俺なんか普通に CZ のつもりでレバー叩いたらボーナスだったわ。ビッグじゃねえんだわ。あーということで直撃でしたね。直撃って設定差ありそうだよね。じゃあ絶戦バトルやってみる。ラッキー直撃でしたね。なんだ、まあ、とどめの一撃か。よし、あはいはいはい、やった俺初めて絶戦で当たった。やりました、ビッグ。早い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 。よし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 、2連目。まだ今日マズキは当ててねえから。ない。あ、赤。赤は絶対強いでしょ、こんなの。引き戻しです。もう絶対引き戻しです、こんなの。100。あれ、2人目。お、妹出てきた。お、来た。妹出てきた。3連目。エクストラ。てか、スーパービッグゼロなのは大丈夫これ。そんなことある？はい。そう。ダメ。白。厳しいって。厳しいって。五枚目。6枚目ですか。復活は？はい。ダメ。いやーマジかー。何これ、おかしいでしょ普通に。やりすぎだって。7枚目8枚目9枚目こんだけ CZ 言ってくれるんだったらね、なんかやれる気がするよね。あー邪魔だ、ここは違うわ。はい、858ゲーム、ジャストゾーン10万、9万取ったビッグで、てかスーパービッグなんでいけないの。ラストにしますか。今日はあの飛行機が止まっちゃって、でちょっとね、あのお願いして車で送ってもらうことになったんですよ。だからあんまり遅くなるとご迷惑をかけちゃうんで、ちょっとこれ最後にしようかなと思います。だって無理だし、この台多分出ねえし、このまま頑張っても福岡まで車ってマジで 3,4 時間かかるらしいから、ね、結構マジで笑えないぐらいご迷惑をかけするんで。知ってます？皆さんニュース見てますか？
宮崎空港の滑走路が爆発したんですよ今日その当日です。本当宮崎は何か起こるね。今年だけで台風2回、滑走路爆発1回。マジですげえわ。滑走路爆発するし俺9万負けるし、どうなってんだよマジで。ちょっとこれは異次元のピッツァだな。あーレインボー当たった。レインボーは確定でございます。なるほどね、1ゲーム連打。いやー助かった。エクストラ行ってくれ、行ってくれない。地下、地下頼むぞ。俺は地下にかけてんだ今日は。ダメだもうダメだ、終わる、絶対終わる。お、初めて選んだ人、初めてした選んだよ。花火だ。いやいや引き戻しましたわ、さすがにこれは引き戻しました。いくら俺いくらなんでも今日4回ぐらい花火外してるけどね、これは当たりますわ。よいナイス87引き戻し。やっぱレインボーだね、そのボーナスの時は。なるほどね、頑張れ会長、青だけどダメなんかい。光れ、光らない。あー白速さか、終わったか。キャカッ、女だ、なんだ、初めての一戦だ。初めての一戦だ。え、当たる？近道を使うか。連続エースかい。じゃあダメじゃん。あ、違うわ、連続エースでもねえわ。前兆じゃないと踏んだ。374帰ります。店内状況いきましょう。まずは千葉リオから6500枚、4700枚。トラブル5300枚。ホットイーター4200枚。カラクリはちょっとまだ時間早いかもしれないですね。3000枚ぐらいのやつはこれと、これも3700だね。これも3000で5000、4000、3500、5800。ただこっちの方が今日強いかもしれないです。8100枚、5700枚で4900枚があって、これが5000枚で、バルブライブ行きましょう。6200枚、7500枚、6300枚、これが万枚、7900、9200と、お見事。4000枚、9300枚、6600枚、これナンバーワンの可能性な、16000、6000枚だね。5200枚、12000枚、5100枚、7000枚、5900枚、8200枚。この辺並びでえぐいっすね。万枚、12000枚、4600枚、ちょっと空いて11000枚で、隣も5200枚で6600枚。見事、よし、エンディングです。お疲れ様でございました。ということで本日は宮崎県にございますイムスリーセブン宮崎店さんの収録でございましたけれども、とんでもないことになりました。朝一、おじいさんがいっぱい出るやつ、なんかすごい違和感あったんですけど、銀色の枠のやつで、まあ、一応解析サイトを見たらとても良さそうな感じでした。で頑張ってみたところ、とんでもないことになりました。ハマりがエグかったっすね、マジで。 CZ がマジで通せなくて、サブ位置も通せたかなっていう
そんくらいのレベルで CZ が通せなくて、まあ、だからつまり当たんなかったんですよ全然本当に銀枠出たんすかっていうレベルでとんでもなくハマりまして、で一応最後なんとかね3連したんですけど、結局目標である5000っていうのがまず届かず 80% 継続に行くことが1回もできませんでした。どういうことでしょう、全然違うもんだって俺が思い描いてたやつとさすがにちょっとねちょっと信じられないですね、こればっかりはおかしいおかしいもんだって、あれあの時おかしいもんだって、もう本当にね今日閉店まで出るような環境であればもちろん誘惑出てますし、最後までやってどうなるかっていうところまでやりたかったんですけど、そうもいかないんで爆発したんで、ということで俺の財布も爆発しました。ということで、本日の投資9万円ジャスト、回収が374枚ということで、まあ、ちょっとだけ取り返しましたけれども、これにて、終了させていただこうかというところでございます。まあちょっとあの台は噂には聞いてましたけど本当にやばい台ですね、いい意味でも悪い意味でも、うん、やばい台だったんで、大きく勝って大きく負けてっていう2回しか打ってないんで、まあどっかのタイミングでまた打てればなとは思います。はい、ということで今回は以上でございます。引き続きいただきチャンネルの収録スケジュール載せておきます。ぜひ近くのお店でございましたら遊びに来てください。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。